はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私は、レーゲンスブルグに来ています。南ドイツの町で世界最古の合唱団の一つがある町だと言われています。はい、こちらはドナウ川です。この川をずっと行きますとザルツブルグ、そして、ウィーンまで行きますね。はい、ロマンがありますね。この、向こうにですね、橋が、見えます。あれは非常に有名な橋なので、ぜひ皆さんいらっしゃるときには渡ってください。ここはですね、塩を、ザルツブルグの方からアルプスから持ってきてここで保管していて、あそこに、見えるピンクのザルツシュタンゲルと言いまして、あそこに保管していたそうです。はい、でですね、ここに見えるのが、はい、大聖堂です。大聖堂、これがですね、ウィーン少年合唱団と肩を並べると言われているレーゲンスブルク少年合唱団が歌う、教会です。この教会はにある合唱団が世界最古のうちの一つの合唱団だと言われてまして、このレーゲンスブルグは音楽の街、合唱の街として大変に有名です。はい、これから行ってきたいと思います。それにしてもですね、ドナウっていうのはなんとなくほのぼのとしていてですね、なんだかこう心を洗ってくれるというか、なんかこう優雅な気持ちになります。とっても素敵な小さな、可愛らしい町です。はい、このレーゲンスブルクで一番古い橋ですね。こちら反対側から今見ています。そしてあのピンクの、時計のついた建物がここに、ザルツブルグの方から運んできた塩を保管しておいたそうです。はい、大聖堂にたどり着きました。ここがですね、ウィーン少年合唱団と引きを取らないと言われている少年合唱団があるレーゲンスブルグのドームです。非常に大きいです。この教会はですね、1273年から1869年まで、ずっと工事をして作られたと言われている、とても古い教会です。なのでですね、本当に大きくて立派です。ここはですね、石を加工する技術が非常に有名な、ところなんですけれども、横を見るとですね、まだまだこんなに石が使われるべくする石があちこちに並んでまして、ちょっとこう昔からこんな感じで作業しているのかななんて思ってしまいます。Du hast mir die Schuld verdient.
会から出てきまして、教会がちょっと遠くに見えるところにおります。ここに違う教会があります。はい、ですね、さっき聴いていたオルガンなんですけれども、曲を聴いてみたんですが、なんとインプロビゼーションしているっていうことで、即興演奏だっていうことで言ってました。いや、素晴らしい演奏でですね、ちょっともうオルガンの演奏一度いろいろ聴いてるんですけれども、こんなにすごいオルガンの演奏は初めてで、ちょっとびっくりしました。はい、コロナ中でもですね、大きな子どもたち、大きめな、子たちは少ない人数で朝の方のミサを歌っているそうなので、またぜひ来たいと思います。レーゲンスブルグのですね、音楽の高さはものすごいということを感じました。合唱団にも期待したいと思います。